こんにちは、DNP 文化振興財団です。京都 DDD ギャラリーが地域を超えてお送りする特別財団企画。前回に引き続き、サウンドエンジニアの笠西俊彦さんとグラフィックデザイナーの大原大二郎さんに見えないもの、見えにくいものというテーマでお話いただきました。今回の対談では、文字と音楽を奏でるユニット、 タイポグラッピーの未公開音源を公開します音楽のグラフィックで勉強したというかあの備わったみたいな部分があって、はい、なんかそれこそエンジニアリングに近いというとこで,で特にインストの曲とかって<ん>インスト、うん、歌詞がなかったりする曲って。 割ともうイメージ委ねられたりすするんですよ、うん、ジャケットの。うん、そういった場合にやっぱり表現になりすぎるとよくないなというかうそ,のその場じゃないだろうっていうので、うん、いかに楽曲の作られ方ま,まさに笠井君が言ってたようなイメージを掘り起こしていくっていう作業になってったんですよね。だから分からりやすく言えば まあミュージシャンにこうアーティストの方にインタビューをしてこう機材の分配率っていうのかな、うん、まあデジタル8割で手2割みたいな場合デザインの方もそうしちゃうみたいな、うん、手作業20%とその後の Mac の編集作業80%みたいな比率にするとなぜか音に近い見え方になっていくみたいなとか。 うん、バンドの場合はどうだろうとかあと編成とか,だか3人でやってる場合なんかデザインの方も3つの連携でなんかやってみたらどうかなとか写真家さんとイラストレーターと僕でみたいにやり取りしてみてとかそういうので合わせていくと意外とこう楽曲に近づいていくみたいなめっのがあってそれエンジニアさんから学んだ感があるんですよね。<ー>その デザインの時に、うん、その例えばインストの曲を受け取った時に、元の楽曲を作った人からイメージを引っ張ってくる時も、引っ張れない時もあったりするわけじゃないですか。うん、でそこにやっていった時に、なんかこう自分に寄りすぎる瞬間ってないです。要は何だろう、うん、エゴが出ちゃうじゃないけども、うん、すごく自分っぽくなるっていうのをどう捉えるんだ。僕なんかあんまりそれを 良しと思えない時が結構多くてなければないほどいいなと思って仕事してるんだけどもそのさっきも言ったイメージみたいなのに近づきたいから、うんうん、自分が出ちゃうと違うものになっちゃうっていうのはう、ね、まあそれも関わり合いの中の関係性の話だから、うん、そうなったらそういうもなんだなって思う時もあるんだけど、うん、まあなるべく避けた方がいいなって思ったりはしてるんだけど、うんうん、ちょっとボワッとした質問ですけど。<laughs> 英語ね うん、どう訳すんだろうなんかナルシズムってのもあるじゃない、うん、自己愛うん、うん、自己愛が強すぎるとよくないかなと思うんですよ、うん、だからある種のエゴイズムって多分どちらかというとデザイン寄りでうん、うん、予算がこうでもう何ならこうこの写真家さんでこうしてくださいとかうん、うん、ある程度制約が強い状態と向き合うこと と捉えてるんですけど自己愛の場合は割とその自分の表現を許してもらえるっていうまあ親子関係とかも子供がわーって絵描いてあかいい絵だねみたいな状況でそれであ嬉しい褒められて嬉しいみたいな状況だと思うんですだから自分の周りをえっと愛してくれる人で固めてそれでこう表現して褒めてくれるみたいな状況自体が多分その。 よくない自己愛の状っていうかな何かそのそりゃいいよねっていう話でそうじゃなくて、まあ、ある程度デザインの場合だと、うん、そこが面白いのかなと思っててうん、うん、あのすれすれというかなるほどこれやったら必ず褒められるみたいな自己模倣だったりとかうん、うん、作風に陥ってった時に。 それこそ狭めてしまうというか自分の世界を狭めてしまうんじゃないかなというか、うん、自分の世界そのデザインの世界というか、うん、笠井君の言葉で言うとその先に行けるとか、うん、成長させてくれる度合いとしては、うん、って思うんですよねだから割とこう自分がし,したことを一回顧みるためのワークショップ化するとか本当に。 こう自分の表現だと思ってるものは実は道具の癖だよねとかなるほど、うん、だから僕らからアドビー製品っていうフォトショップとかイラストレーターとか取り上げたら何が残るんだろうとかな、うん、うん、で新規画面は真っ白くて水平垂直が取れた世界なんだろうとか一個一個あれこれなんだっけって思い返さないとそうそう本当にどんどんそれ自体が。 アプリの世世界界が自由ななにっていつの間にか他の人の世界でやってるっていう意味では自分と他の世界っていうのをえっと難しいね自己表現になりすぎず逆に言うとアドビ表現になりすぎない狭間を行き来して正気を保ってないとどっちも失っていくっていうか正気っていうか自分って何だっけってのもなるしあれデザインって何だっけとかもなるし。 っていうとこでなんかさっきの歩き回ってどこが一番なり方がいいかみたいな話ってすごくいい僕の中では一番感動っていうか、ん、<laughs> そうだよねって思って、うん、そういう世界に生きてるんだもんって思っちゃうっていうてるてなるほものを表していく時に、うんうん、あれなんで同じ機材で同じ。 やり方方をしてるのに、うん、で聞こえ方が全然違うんだろう、うん、あ歩いてみてここが実は明るい場所だった、うん、明るく聞こえる場所だったとかっていうそれってある種の環境設定で人は、うん、うん環境の影響と人の影影響響とと人ってすすごく受けると思うんですよだから場所変わったら気分変わるなとか、うん、食事とか飲みとかでもさ組み合わせによって全然会話が変わるなとか、うん、そういう世界。 うん、視覚的なものにもそういうものがあると思うし、うん、でもより音楽ってすごくそれあるだろうなっていう、うん、それがこう見えないもの見えにくいものの面白さだろうなと思っていてだからちょっと見える化しすぎちゃう怖さはあるよねデザインの場合。あ<ー>レコーディングも定着だからそれはそれですごく勇気がいるというか最終決定、うん、完成でおどこにするかってすごく。 あると思うんですけど一生できますからねそう一生できるとこあるじゃない、うん、<laughs> 締め切りあってよかったなっていつも思います、ね、<laughs> そうな完成ってどこなんだろうとかも思うし、うん、デザインもこうやりすぎたかもとかもうちょっと手前だったかもとか、うん、そういう判断はあると思うんですよね。山登りって僕の先輩言ってましたうん山登りみたいなんでやりゃいい登ればいいってもんじゃないってちょうどいいとこがあるから 歩いたからめっちゃ高いとこまで来たと思ったら頂上越して山の反対側まで来てたみたいな降りてんじゃんみたいなことがあるってわかりやすいわかりやすいそうなるほどなと思ってちょうどいいとこでやめないんだよつってちょうどいいとこって簡単に言うけどさじゃあどこよみたいな誰もそんなの用意してくれないしまあ周りにね一緒にいる人と一緒に考えることはできるけども勘なのですかねそれこう現場でさいろんな人たちがいて あできたねみたいなのってああるあるみんない同じ顔するときあ,あるあるこれだあるあるみたいな <うん S 1> あれいいよねそういう瞬間が見たくてやってるわけじゃないですか <laughs> やっぱ結局その音やってるって言っても機材エンジニアっていうとは機材ですよねみたいな、うん、ああって言うんですけど、うん、機材じゃないんすよっていつも思って、うん、やっぱ人なんだよなと思っててうんうん、うん。 なだか,か,、うん、から人が持ってるイメージを形にするための仕事だなっていうのがどっちかっていうとエンジニアって仕事の一番だなと思っててイメージを翻訳する人翻訳家みたいな感じが一番近いなのための方法としてコミュニケーションとか機材を使う仕事だなってすごく思っててだからやってることは人なんだよなと思って。 こうなるとは思わなかったなみたいな瞬間がやっぱ面白いしやっぱ見たことないもの知らないものとかが好きだっていうのがやっぱ仕事をやり始めた根本にある録音芸術ってのもすごく作られた世界の話であの現実はありえないことなんだけども時間をかけていろんなテクニックとか想像力を駆使するとよくわからない体験になるようなものが録音された芸術として存在しうるってやっぱ面白いなと思ってた。 の背景にやっっぱ人があったとかそううういうこととななんだろうなと思ってもそのための技術とか経験とかがあったとは思うんだけどもそうだねだから完成の間にさもちろんこう生のものを定着していくからうん、うん、そういうパフォーマンスもありつつ編集っていう作業が永遠できちゃうタイムがあるじゃない。うんうん、ある あれで自分と向き合うじゃない要は現場でいろんな人がいて聞いて、うん、あいいですねあよかったとかいうフィードバックが常にあるわけじゃなくて、うん、1>, 1回持ち帰りますとか事務所か、うん、で延々やるタイムの自分との向き合い方とか、うん、あこれでいいのかなっていうのってかなり選択肢を作る方なのかうん、うん、結構もうこれじゃないかなみたいに決め打っていく方うですか 状況の客観と主観を行き来するのが好きなんですよあの主観的じゃなきゃ生まれないものもあれば客観的じゃなきゃ生まれないものもあるってなると自分の中でそれをなんかどれだけ時間かけて行ったり来たりできるかやっぱ同時にやるのはすごく難しいし同時,っ時やってる時はどっちかに中途半端になってる状況だと思うから。 客観があった方がやっぱ物事の強度ってのが生まれていくんじゃないのかなと思ってミクロとマクロが同う影響しているみたいなだからすごく張り込んでここ気にするみたいな細かいことやった後にめちゃめちゃ弾いてそれが成り立っているのかどうかっていうそのために時間をかけてよくやるのは夜中中とかにこう練習したりとかして朝聞いたらよくなくてボツっていうのはもう なんかその時はやる時はめちゃめちゃ時間でやってるんだけども次の日パッと聞く時にはもうすごく客観で自分がやったから手を動かしたか時間かけたか良くなっているかっていうのは絶対排除してやってもよくなる時はよくないし最初は良い時も絶対あるからそこは常に何だろう客観的に見てでその後また習慣的に入ってってと繰り返してやればやるほど自分の中で。 ここら辺だろうなっってやっぱイメージは何とかやっぱあってそこに向かうわけだけども、うん、それを繰り返すことでそこへの道だったり写真、うん、的な形っていうのが浮かび上がってくる感じはだ、うん、から時間がすごい分かるよね。そうで聞いたかっていうと今技術的にかなり映像もですけど、うん、編集がすごく細かくいろんなベクトルに可能じゃない、うん、色調整もそうだし、うん、音量とかまあまあ音のこともそうだし。うんうん グラフィックもまあ、いわゆるこうコマンド Z って言われる修正がどこまでも戻れるとかそれの良さもあるんだけど、うん、要は編集していくハサミを入れていくことによって精度が上がっていく、うん、完成のイメージに近づけていけるっていう良さと同時にコンディションがいい状態を生け捕るみたいな、うん、あこれっていう未編集の良さというか、うん、その生け捕りの良さっていうんですか、ねうん、レコーディングにも多分その昔 チャンネルごとにチューニングできてみたいじゃない時代にマイク一全然ありましたからね。だから遠くにいる人、大きい音の人ちょっと近づけてとか、大きい人は下がって、下がっ,てか小っちゃい人は逆音掛けててとか、みたいな、うん、それでしか撮れないものもあるじゃないですか、ね。そういうのもまあ選択肢としてやりつつってことでね、もうずっと編集でな。も何でももありだから んででもいいんですよね<笑><笑>あの手法とか、うん、技術とかあの機材とかそれに適してたらいいですよねそ<う>ある時期それに気づき、うん、だからこう編集しすぎない良さを生け取るっていう方向が多分僕がちょっと探ってた部分でグラフィックでね、うんうん、やっぱりそれは手書きの味とかアナログでいいよねってことよりは。 そういうことななんですなんかこう技術が発達しすぎて編集可能なベクトルが増えすぎたゆえに、うん、生け取らなくてもいいじゃんっていうなんかなんとなくの状態ものをこう、うん、全部パソコンに突っ込んで調整していくって多分ダイナミックなものがちょっと逃れてっちゃうのかなと思ってて、うんうん、それはそれある,よ、ね、あるんじゃないですかね。僕は書家ではないから、うん、書ではないんですけど、うん、やっぱり。 そのボーカルののコンンディションと近いいかもしれないんだけどやっぱり出やすいんですよ文字って考え方っていうよりは脳みそよりも体のコンディションが出やすい形を整えていけばなんとなくね書家が書いた文字にそっくりなものが作れるっていう見た目は一緒なんですけどやっぱり書家が臨書って言って毎日毎日あの横にお手本を置いて。 臨床練習というか同じように真似していく,ていくていはいうん、うん、あれ何をやってるかって真似てって似せるんじゃなくてうん、うん、その多分何がここに乗っかってるかっていう部分まで含めて臨床していくなるほどですね。だからまあ体調とか、うん、まあどういう分泌筆を運んでいたかっていう運動性だったりとかリズムだったり呼吸感みたいなでそれがこう自分のものとしてあの 血肉になっていくのって、うん、あの真似するっていうところと、うん、やっぱ違うプロセスがあるというか、うん、あの姿勢を学んでいくのってうん、うん、やっぱり文字だけを真似ててもしょうがないのででも訓練としてやってる実際体を動かしてトレースすると分かることとかありますしねでねなんかまあ初夏じゃないんだけどワークショップで1 0ルぐらいの紙を床に敷いて、うん、で20人ぐらいかな まずこう久々にこう多分筆を持つじゃない普段筆を持って書かないから、うん。でまず自分の名前でもいいから一文字書いてみましょうって言って、うん「あ,あ久しぶりだな」とか言いながらこ,、うん、ああこんなもんかうまいな下手だなとか「なれだいさんうまいね」とか、うん「習字やってたの?」みたいな、うん、まずみんなの感想って技術、うん、だから多分それ小学生の頃からの評価だと思うんですけど、うん、ちゃんと止めはね払いができててとか懐書、うん、として美しいみたいな、うん。 でもなんかこう僕やりたいのはそこではなくてそこからやるのが全部やり方変えていくんですけど今度目つぶって左手で書いてみようとか超急ぎであのめっちゃ早くいっぱい書いてみようとかあと1本線引いて隣の人と位置を変えて隣の人の人の書きかけに足していこうとかそうやって自分のリズムを壊していく。回 自分ってていいうもの外しくんですよやり方変えて道具変えて他の人が書いたものに足してとか大変だねあとは人生でこれが最後の字とか1億円する筆ですとか一回気持ちも変えてみるとかマインドセッティングみたいなそうしていくとうまい下手じゃない世界になってくるんですよねだから自分が文字とどういうふうに付き合っていくかっていう距離感がそれこそ客観性も奪われたりとか。 主観的になりすぎなかったりとか、うん、うまい下手じゃないってなってくると伸びやかになっていくんです、うん、で結構変わる瞬間って文字の場合は1筆目っていうよりはそういう風にちょっと変えてって解放された後みたいな一瞬こう解放されて、うん、あもうなんかこんな感じかなみたいな呼吸感がピタッと合うと、うん、すごく伸びやかな字になるんです。うんうん でそれはなんかこうよく絵とかでも絵心みたいな言葉があるけどうん、うん、いい絵とうまい絵が違うよねみたいなとかう,ん、うん、うまいといい歌ちょっと違うとか響く歌って技術的にあんまり上手くないけどめちゃくちゃ響くねとかってうん、うん、そういう字がいい字だと思っててそれは生け捕りにしないと。あの ただただいられでこうパチパチ、うんうん、ど,どんなロゴにしようみたいな感じでは捉えられない線があったりもするっていうのでそこは結構あるかなって僕のとこで言うとこの録音ってことですねうん、うんうん、編集とはまた違うって話だなと思ってそうそうそうちょっと<う>戻るんだけどうそうね録音はそうですね、うん、<laughs> 人がやるものだから人がやるものはもうおのずと 限界もあるというか、うん、スキル体調いろんなこともあると思うけどその限界の見えるところで一番いい状況をどう捉えるかっていう,、うん、うどうキャプチャーするかみたいなのはそうかもねだから生け捕り。レコーディングの話続けると、うん、レコーディングと編集観書くって話もさっき出た ですけどもこれも書家の方のお話ですけどあの黒板には黒板の音があって小学生の教育って昭和とかってみんな今も黒板使ってるのかな黒板でこう学ぶじゃない、うん、あれってチョークと黒板のカツンカツンっていう、うんうん、あのし 視覚的じゃなくて聴覚的な学びがあって先生がゆっくり大きく書くじゃないあれこういう字ですとかでそれでこうノートに写すのとこう目でこう見ながら生徒たちはこうそれを学んでいくんですけどその学びが先生の声とチョークの音と同時に字を見ているから吸収量が多いけどそれが。 ホワイトボードになっていくと音が減るとスラスラいっぱい書けるんだけどそれは脳みそがちょっとこう発達してるとついてきる情報量なんだけど、うん、音の情報量が圧倒的に少ないから、うん、でそれがこだんだんプロジェクターになってたりすると、うん、もはやこう筆が何かと触れる音はなくなっていくっていうのでうんな,なんか一個のものを体験するときに複数の感覚を使った方が 吸収しやすいといとうか脳,脳だけになりすぎないというか耳も生きててっていうだから聴覚優位と視覚優位って体勢も変わるらしいんですけど目閉じて聴覚優位になっていくとちょっとこう引いていくというか全体を聞こうとしていくけどものに集中して視覚優位になると前傾姿勢っていうかだんだん前のめりになっていくっていうようにホームポジションがあって体に。でそれが多分 学びの姿勢にも現れるっていうか、うん、こう多分目だけだとずっと脳みそはフル回転でまばたきもせずに、うん、あのね、うん、インターネットとかもゲームとかもずっと延々できるのが光も強いんでうん、うん、光に直接入ってく照射光でも超覚醒できるんですよ延々できる作業だけどえっ、ー、と反射原稿こういうふうに自然光が目に入ると、うんうん、えっと 反射した,ひた光を見ているから、うん、あの客観性を持ちやすいので構成作業とか物の間違いを探す時は出力した紙を見るといいですよっていう要はモニターで間違い探しすると間違いに気づかないギンギンになってるから <laughs> っていう状態でなんか一回出力してみるとああこんなだったっけみたいなとかなそ面白いですねあのうちの奥さんが完全にそういうタイプですね <laughs> データを渡すと。 私はデータでは何も分からないって言われて全部プリントアウトしてくれみたいな感じでやっぱり聴覚が生きてたり反射原稿でものを見たりっていう状況によってもそれ勉強の話でしたけどなんかこう何かを見て体験する量の時に音は外せないんじゃないかなと思っていてだから文字やる時に文字と音の関係ってすごいこう強くあるっていうのは。 そこで知って、うん、で面白いなと思ったんですよね。文字の中に音があるんだみたいな。うんうん、まあ確かに何か書くと音するよねっていうので,、うん、でそれを笠井君に撮ってもらったことがあってっていう話なんですけどああそうするいろんな文字文字っていうかいろんな鉛筆だのペンだのマジックだのが指示体が変わると要は硬いテーブルの上で書くときの音。うん 空き缶の上で書く時の音とか柔らかいものの上で書く音って全部違ってて書き味っていうのと同時に出音っていうんですかね書く音文字の文字の音へのトランスレーションですよねそうですね、うん、<laughs> をいろんな素材を使うことで変容させるみたいなそ、うんうん、でそれを撮ったのがもう多分数年前で結構経ってますね何年も寝かしてるんですけど <laughs> せっかくなんでいいいてていただいて、はい、何の曲ですかえっとねそれまだ本当に未発表でバンドの存在すら知られてないと思うんですけど、うん、蓮沼秀太君と葛、うん、西君が一緒に蓮沼秀太フィルやってる蓮沼秀太とあと鴨田潤さんイルリメさんという名前でラッパーでもありますけどと僕の3人で2人はこう音楽家なので。 あの旋律というか音楽の主戦は作っていただいて僕はリズムをその葛西くんにレコーディングしてもらったものをさらに蓮沼くんが編集っていうのかなリズムトラック化してでイルリメさんが詞を書いてとか寺尾佐穂さんもボーカルで参加してくださってますっていう形でやってますでタイポグラッピーっていう名前なんですけどタイポグラフィーから一文字取ってラップだけ残してタイポグラッピーっていう、うんうん まあその言葉と文字の関係とか文字と音の関係みたいなのを曲にするっていうプロジェクトバンドっていうよりは文字が音になったらどうなんだろうっていう音楽です。文字が飛んで走り出すタイ 恋の隙間に入れた切り込みから糸を身がちぎれて元の顔に顔のパーツを吟味して優しくなぞって剥がしていく千の子供が矯正を上げては坂を滑り落ちる風に吹かれてひらゆらと音を残して消えてゆく文字から組み取り育む文字無字かく回って音のつむじから絡まる言葉たぐってはるたぎってきたなら喉で描くおうおたどる詩人の血潮ジャズメンの血潮がしぶき飛び散り息吹となり波を打つドクンと脈を打つ波を打つや 誰かれも正解の冬の海に潜り手探りで音をすくい上げては言葉の弁当箱にはめてみる実に愉快なうふ声が乱反射する指先と喉の動きが衝動の証拠レイアウトからアドリブを鍵ぎアドを捨ててリブに進むアドを捨ててリブに進む そうそう聞こえたと思うんですけどあの「タたタたタッタたタたタッタッタッタ」が今思い出したけどその書き順なんだよねあのリズムが。英語でタイポグラッピーって書いてる書き順というかそのまま取っててね「T」の「たた Y」の「たたみたいな感じでっていう書き順がリズムになってそれをレコーディングのドラックの書き順をそのまま。 録音するとそれがリズムになる,ねになるねそのリズムをもとにしてそのリズムの上に音楽をのてて乗せていくっていうプロセスなんで、うん、なんか逆さこういう作り方あんまないと思うんですけどリズム書き順から曲を作っていくみたいな <laughs>、うん。っていう、ね、<白>いそのレコーディングの話これはねわかりやすいと思うんですけど。あの文字の音、うん いろんなマイク使ってねいろんな取り方してくれたいねいろいろやりましたねなんせ答えがないですからね誰もやってないからお手本がないんで自分の中で置き換えながらやってたペンドラムって呼んでたねペンドラムって呼んでましたねマジックとかが多かったのかなとマジックとかいろんな材質があって木の板だったり段ボールとかもあって段ボールに ペンが当たるところがやってもなんかダンボールらしさがないなーってダンボールの中にマイクを入れた記憶があるな入ってたダンボールの中のだからボスって音ボスってねそうそれすごいあの低音とかドンってかっこよかったかっこよかったヒップじゃん言ってたったでなんかこうちょっと音源出てこなかったけど即興で本当にブレイクビーツ叩いてよみたいな 遊びでもねいろいろとったり単音でとったりしてそれをこう編集していくっていうプロセスですかね。面白いですね。ライブでできなそうだけどねできるのかなできるんじゃないのかな僕がもうドラムをペンドラムを練習したらいいのかなうん。がサンプリングを自分でしちゃうとかねその場でそれループにしちゃうとうん、うん、やっぱずっとやるのはやっぱ修行があるんで<う> <laughs> あのドラムの練習と一緒で。<laughs> <laughs> あのリハーサルスタジオに行ってひたすらペンドラムやってもらわなきゃいけなくなるんで、ね、それもしんどかったらあのルーパーとか使ってうん、うん、面白いんですか、ね、ペンドラムでルーパーしてる人ってまだ誰もいないんで <laughs> やるならお早めにこれ一つの葛西君とやった事例というかね楽しかったですね,これはね早く世の中に発表できるといいですね。<laughs> そうですね。<laughs> <laughs> これが発表なのかな。お付き合いいただきありがとうございます。次回もぜひお聞きください。DNP 文化振興財団でした。